ジャグラーよりオーブジャグレンさせた勝ち対決。みんな大好きジャグラーね。はい、まあ、国民の約9割がジャグラー打っているという時代ですけども、そうなんですか。ジャグラーっていうのはそのジャグレンっていうのがありまして、はいはいはい、当たってから回転数が一旦ゼロになって、はい、そこから100ゲームの間でもう一回当たったら、うん、ジャグレンしたぞって。なるほどね。まあそのオカルト的なところもある。医学的根拠はないです。医学的根拠はないね。でも結局そのデータの割合とか見たら0から100で当たる割合っていうのが、うん、結構多いんですよね。なるほどなるほど。設定値でもなんか 40% くらいあるんですよ。あ、そんなあるんだ。実はね、なんかすごいなんか平均でデータ的に見たらね、はい、なんで今回は、まあ、僕らもそのジャグレンさせたことあるじゃないですか。もちろんだからまあそのやっぱ壁を突き破って自己最高ジャグレン稼ぐくらいの気持ちで、お今回より多くジャグレンさせたやつは勝ちっていう対決します。なるほどね。いつもは予算決めてますけど、はい、予算とは関係ないですね。お自分がその期間内にジャグレンさせた最高の数字が、はい、今回の勝負の数字になります。ああ、なるほど。別に打ちたきゃいくらでも打っていいってこと。極論。なるほどね。だからまあ打った方がまあそれは、そうだよね、繋がる回数が多いよね。そうですね。ビッグバケは関係なくていいってこと。あ、そうじゃん。それ関係ないです。それは別に、はい、全部レギュラーでも、ジャグレンはジャグレン。ジャグレンはジャグレン。ボスはなし。なしにしようか。なしにしよう。いっぱいできちゃう。一旦中間報告聞こうかなっていう。あ、そうしよう。まあ一体何回ジャグレンできるのか。はい。対決やっていきます。はい。よし。さあ、やっていきましょう。はい。最大ジャグレン回数対決、早速今日打っていこうと思うんですけども、ツアー中とかそういうこともあってちょっと打ちに行ける回数がそこまで多く見込めないので、打てる日になるべく長く打ってトライする日数ってよりも1日でできれば多くのジャグレンを作り上げていきたい、そんな作戦でいこうかなと思っております。目標はまあ6連目指して一旦トライしていこうかなと思います。記念すべき1回目ハッピージャグラーね。まずは普通に初当たり目指していきましょう。ええ、マジかよ。ボス1あつ。問題はここからだから、何連できるか。はい、ということで0ゲーム。こっからジャグレンなんで、いきましょう。え、ベル弾いたんだけど。なんだ、ベル弾くならボーナス弾こうよ。お、中断チェリー。33ゲームゾロ目で、2連目っすね。いきましょう。ありがとうございます。さあ、2連目。いや、この調子で、もう行っちゃおう、どんどん。はい、またゼロに戻って、ここは3連目ですね。行きましょう。99。100ゲーム、ラスト。ダメー。はい、100ゲーム。180ゲーム。OK。コイン持ちもいいからな。さあ、せやねん。オッケー、ナイスビッグ。いや、ビッグしか引かんな。3連目、いきましょう。いや、頼む。よし、46ゲームですね。いやいや、ビッグばっかやな。負けでいいよ。4連目目指して99100。いやー、100っすね。今回私が打っていくのはこちら、アイムジャグラーですよね。とにかく今回予算決まってないんで、一体いくらで当たるのかっていうのが大事で、その後ジャグレンどれだけ刺されるかなんで、まあ、とりあえずちょっと当たるまで打っていきます。とりあえず回していきます。おいおいおい、当たんなきゃ連もできねえよ。ちょっとレバーオン気合入れないとダメっすね。余裕のレバーオン、これやると全然違うから。
マスカットのゾーン入った。ああマスカットのゾーン入った。これ来る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 。ああゾーン入ったゾーン入った。マスカットのゾーン入った。ああやばいやばいやばい。マスカットのゾーン入った。えぐ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 。ああリプレイで全部消えた。ちょ虫になるわ。ここら辺で今ランプ見てます。虫になる。一回バー狙いとか全てできなくなるけど、無心になる。これぼーっとしてます。ガッツガッツガッツな。379ゲーム結構かかっちゃいましたけど、ここからです。余裕、心と心を描きました。こっからですよね。今回の企画の醍醐味はね、余裕のレバーオン。ここからがジャグレンだから、2連なんてもう当たり前にさせないといけない。何回も打つ必要ないから、バトルだから。今ここで28連したら俺はもう打たないし、ね、ラスト。さっきがない。押す押す押す。リプレイ最悪。お疲れした。さっきまでの引きが収束してっちゃう。え、今の俺の台だよね。オッケー、2連目59ゲーム。え、じゃあもうビッグやん。やっぱりな。ラスト。いやー174ゲーム取られます。100。いやー105ゲーム。まあ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 、次こそはラスト。いやーもったいねー。ジャグレンチャレンジ2日目の挑戦です。前回の記録が3連止まりということで、終始的にはそんな悪くなかったんですけど、まあ、3連じゃちょっとね、まだまだ物足りないというか、全然勝てる気がしないんで、最低でも4連、まあ、あるいはそれ以上目指して頑張ります。投資2000円ですね。マイジャグに移動して投資が4000円。フルーツ手玉欲しい。うわーマジか。4連続ジャグレンなし。中間発表。はい、ちょっと発表していきましょう。はい、私、はい、2連です。ああなるほど。もう俺2連しただけでも拍手してる。ショートの方がしてるね。確かにね。私、はい、最高の連チャンが3連です。おまだいけるね。3連を4回ぐらいした。なんで3連以上いけないのみたいな。壁あんの。壁あるんですよ。よかった、俺今日これでなんか8連です。だからもう白肌あげるつもりでいたんですけど。3連弱で抜ける104ゲームぐらいで当たる3連。ああ、浅いけど。当たったらもう7連やんみたいな。確かに確かに。4、5連はさせたいな。まあ確かにフライド的に、対決的にも、対決的にも、レッド勝利とか言って、ちょっと寒いな。そう思うんだよ。次は最終発表する。いやそうしましょう。まあ来週とかそんなもん、はいはい、分からんけど、あと1週間ぐらい、はい、そこでいきましょう。頑張ります。果たしてどうなるのか。いや64ゲームプレミアやん。ちょっと綺麗すぎないかこれ。なんやこれ。59ゲーム。はい、いいよいいよいいよ。さあこっからです。問題はなかなか超えれない4連の壁。今回こそは超えれるように。最終日、はい、すいません。中間発表は確か3連でした。僕中間発表3連でした。はい、でそっから2、3台は打ったんじゃないかな。ああなるほどね。そんな実践できる日もなくて、で最終的な結果が3連。止まり止まり。狙いに行くといかないもんね。ああいうのは不意に来るもんだ。確かにな。対しまして私、はい、そのなんだろう、1回も行けなくて。どっかの
どっから中間から。すまんけど、まあ、1回も行けなくてまずね。ちょ、もう2連じゃん。いや、本当に行けなかった。ちょ、わかるっしょ。いや、わかるから、行けてもほんと数時間みたいな。俺マジで、2月、はい、ほんと打ってない。すごいね、逆に。そんな時間ないっていうのを伝えたい。1月は多分毎日打ててた。下手したら。極端やな。2月極端だね。マジで毎日打ってない。とは言いつつ、ほんと唯一打てる日あったんですよ。おう。そんな日にさ、はい、ジャグラー打たんやん。いや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 、打ちました。お、偉い偉い。打ったんだけど、うん、中間報告から変わってるかと言われたらちょっとグレーで、最初から撮ってないんですよ。動画を撮るの。そう。あ、はいはい。とりあえずもうジャグラーとか打つかってノリで打った。うん。その最後の映像だけあった。いや、なんだそれ。それがだからそのゲーム的にいいか悪いかで、うん、俺の答えは変わってくるなっていう。うん、あ、いっぱいあって。いやいやいや、まあ別に。ほら、マジマジマジ、同じ日ほら。いや、いいけどね、疑ってないけど。そんなにマジで疑ってないけど。マジマジ、これが許されるなら4連だし、これが許されないなら2連って感じ。いや、もうどっちでもいい。結構その動画回すとやっぱ連しない。わかる、ちょっとそういうオカルトっていう捉え方もできるよね。まあね、まあいいんじゃないですか、4連で。あ、いいですか。うん、じゃあ4連の勝利だ。でも4連かい。でも平均3連くらいなんだねって思っちゃうね。そうだね。うん、やっぱりどんだけ打って5連とか7連しますよって人も出てくると思うけど、うん、やっぱそれレアケースというか。いや、そうよ、稀だからこそ覚えてるから、ね、そう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 。収支的にはどうなんですか。あ、収支は、まあ、ざっくりでいいっすよ。プラスでも3000円とかになっちゃうけどね。もう1万勝ちぐらいしてます。買って。皆さんちょっとジャグラーやる人はですね、まあだから1000円でワンペが目指すのもいいですけど、はい、その後だから100ゲーム以内に連するのかっていうのも、うん、ちょっと試してみてください。そうですね、はい、明日しょう。東名阪ワンマンツアービューティフルティーンエイジャー開催決定。東京6月14日ゼップ新宿、名古屋7月18日レニーリミテッド、大阪8月23日ビッグキャット。詳細は概要欄をチェック。楽しいこと好きな全員集合。